海と日本プロジェクト。子どもたちにあるミッションが与えられました。それは北前船。北前船ってどんなものを運んでたのかな。北前船によってもたらされた文化・暮らしの謎に迫ります。江戸時代に西回り航路っていうのが作られたんですよね。坂田から出ると佐渡だとか、ずっと関門海峡を取って大阪に入る海上輸送ができた。実際の北前船は大体全長長さが30メートルくらい、1000石150トンぐらい積めたと言われています。1隻船を作るのに今のお金大体1億円ぐらいかかったというふうに言われています。少しずつ謎が紐解かれていきます。船頭さんたちが船が出るときお天気どうかなって見るこの日和山は、川村瑞賢が西回り航路を作った1672年よりも前にあったそうです。だからすごく歴史が古いんです。港町酒田は町を巡り、舟運によってもたらされた歴史や文化を学びます。北前船は米とかいろんなものを運んでるってことが分かりました。北海道から大阪とか京都とかに送っていたのが北前船で、すごいと思いました。今日北前船というのは酒田の昔の文化であり、まあ、象徴でもあります。昔のことを知ってもらいながら、未来の酒田を元気にするのも君たちだよというのをですね、伝えていきたいなと思います。酒田はいろんな歴史がこもってるところなので、まあ、楽しい遊びに来てほしいです。北前船が運んだ米、庄内米にちなんだ1合マスが完成しました。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もぜひお願いします。